大切に育てられた犬だけがこの行動をします。留守番中に飼い主のベッドで爆睡。飼い主に大切に育てられている犬は留守番中に一人で会ったとしても飼い主のベッドの上で爆睡するという行動を見せます。これは大切に育てられた犬がしっかりとそれを実感しているからです。大切にされている犬にとって飼い主の匂いは何よりも安心感を与えてくれます。そのため一人でもベッドに行って飼い主の匂いに包まれている状態で爆睡することがよくあります。散歩が大好き。犬にとって散歩は飼い主を独り占めできる時間になります。そのため大切にされていると実感している犬は散歩を好み、アイコンタクトを多めに取り関係性を再認識します。そして散歩から帰ってきて体や足を洗いブラッシングなどをしてあげる時間も愛犬との関係性を作る大切なものです。散歩からグルーミング全てを通して愛犬に大切にしていることを伝えてあげましょう。おっとりとした性格になる。飼い主が愛犬のことを大事に思いしっかりと社会化してきた犬はおっとりと穏やかな性格になりやすいです。様々なことを経験できていると怯えすぎる必要はないと理解することができるからです。初めのうちはきちんと飼い主に慣れさせてから徐々に範囲を広めていくことが大切になります。また犬を大切にするということと飼おうになることは決して同じことではないので注意しましょう。お尻の上で伏せをする。大切に育てられている犬はよく飼い主のお尻の上で伏せをすることがあります。これは飼い主に対して信頼の気持ちを認めていることを意味しています。いい関係性が築かれています。犬は信頼の気持ちがないと決してお尻の上でくつろぐことはないです。これは自分と飼い主の接着面を多くすることで落ち着きたいという気持ちから見せているものです。できるだけ多くの時間接触したいと思っています。大切に大切に育てることで着実にその気持ちは愛犬に伝わります。ただ大切にすることと飼おうにすることを混同してはいけません。しっかりとルールは意識した上で大切に接してあげましょう。今日もご視聴ありがとうございました。